1月12日伊勢神宮椿大社で初詣をし、福井に帰る途中の今城でかなり雪が降り、道は真っ白。そこで思い出しました。これは雪降りの中で温泉に入れば雪見露天風呂だと思い、近くにある今城山麓の温泉に向かいました。雪道でこの急な坂道は怖い。滋賀近江あたりはさほど降ってなかったのに、やっぱり雪国福井ですね。雪道の運転が嫌いな私ですが、雪見露天風呂に入れる楽しみの方が強くて、ワクワク気分で運転してます。到着。今城山麓郷温泉安らぎ。福井県南条郡南越前町板取85-6。入浴料大人600円、3歳以上小学生以下300円です。休館日は火曜日、祝日の場合は営業。営業時間はコロナの影響で11時から7時までです。さあ温まるぞ。泉質はアルカリ性単純硫黄温泉です。今日は泡付きもあり、お肌はツルツル。美人の湯と言われるだけあり、美肌効果抜群の湯ですね。いい湯だな。内風呂からも雪が見えますね。体も温まったので露天風呂に向かいます。雪化粧して真っ白な露天風呂。雪も降って最高のロケーションです。寒いですね。階段を降りるのですが、積もった雪で足が冷たいです。他のお客さんはあまりにも寒くて誰も露天風呂に来ません。雪見風呂と喜んでるのは温泉バカの私くらいですね。かなり激しく降り出してきましたね。これぞ雪見露天風呂。いつも見える大パノラマが雪で霞んでます。やっぱり雪の降る中で入る露天風呂は気持ちいいですね。生活の中での雪は嫌いですが、露天風呂で見る雪は純白で綺麗だと思ってしまいます。
ボードも行かなくなってからは雪を楽しむのが露天風呂から見る雪だけなんて寂しい男ですね。でも寒い冬に入る露天風呂は気持ちいいですね。いい湯でした。最後までご視聴ありがとうございました。気をつけて帰ります。